はい。始まりました。登場がようこそお越しいただきました。ありがとうございます。こちらの動画では、イマジンチャンネルの創造動画、第118弾。歌う、歌を歌うことで、ストレスが軽減されるのではないでしょうか疑問符。というテーマでお伝えさせていただこうと思います。では、テーマに入り、すいませんけれども、テーマに入ります。えー、皆様、歌はお好きでしょうか ちなみにですけれども、私はかなり好きです。はい。あの、まあ、あの、もし消えていたり何かあったりしたらすいませんけれども、遠い、えー、マジンチャンネルの方でも、えー、まあ、同様、同様を中心にではございますけれども、いろいろな歌を皆様にお届けし,しておりまして、えー、ね、しております。しておりましてって言った後になんか言おうと思ったんですけど、しており、ただして、しているということですね。はい、しております。このようにですね、あの、私も、 ちょっと具体的にはあの個人情報もあるんであまり言えないんですけれども、最近結構、あの、緊張する場面が増えたり、ちょっとストレスに感じるな、ということが多かったりするんですね、私も。はい。ちょっとあの内容などはすいませんけど、この場ではお伝えしないですけどね、すいません。はい。あの、ちょっと若干個人情報なども入る、あの、えたまに個人情報なども含まれておりますので、あまりお伝えはしませんけれども、緊張する場面が増えたり、ストレスがたまにあの、かなりストレ,ス,トレスが、 ストレスに感じることが多かったりということがございます。このような時、皆様だったら、まあ、あの、もちろん皆様にもね、あの、いろいろストレスの軽減方法は人によって違、違って、あの、例えば甘いものを食べたり、テレビで好きな番組を見たり、えー、本当に、まあ、他にも多分いろいろと、人によって、あの、趣味なども違う、違う、違うでしょうので、いろいろと多分あると思うんですけれども、その中でも、歌を歌うという、 そういうね。別にあの、綺麗な声でとかじゃなくてもいいんですけれどもね。歌を歌う、あの、ちょっと、あの、歌う、あんまり歌えない環境の方などには申し訳ございません。はい。あの、ちょっとあの、周りの住民にご、あの、迷惑、ご迷惑になってしまうだと、そういう場合ももしかしたらあるかもしれないですけれども、歌を歌うという方法も一つなんじゃないかなと思います。あの、一応お伝えしておきますけれども、あの、その他の甘いもの、美味しいものを食べるとか、 好きなテレビ番組を見るとか、そういう他の、あの、ストレス発散法を別に否定して、否定しているわけでは全くございませんので、ご安心ください。あの、私の、私が一番いいと思った方法をお伝えしている感じです。もちろん、あの、皆様、あの、視聴者の皆様にもね、あの、一人一人こ、こあの、個人的に色々とストレス発散法、自分だったらこうするとか、そういう方法は、方法を、あの、やっていただくのももちろん、あの、全く問題ないというか、逆にそれも必要、必要な場合もあると思うので、それはご安心ください。はい。ということでいきます。えー 歌を歌う。場合によってはカラオケなどに行って歌う。そういうことをしてみることで、ストレスが発散されたり。または、ストレスが完全に消えるというのはちょっと難しいかもしれませんけれども、ちょっと、え、歌ったことで、え、まあ、歌うということは声を出すということで、え、気持ちが少し晴れたり。なんか今までモヤモヤしていたことも、 まあ、こういうこともあるよね、みたいな感じで、あの、気持ちを切り替え、まあ、次から頑張ろう、みたいな気持ちを切り替えられたりと、そのようなことがあるんじゃないかなと思います。はい。で、私は、あの、まあ、YouTube ではこういうことは、あの、全然やってないんですけれども、私もたまにカラオケに行くことがございまして、 あの、やっぱりストレスが溜まったりとか緊張したり、緊張する場面が増えたりとかそういうことがあったときはやっぱり、あの、まあ、家でももちろん歌は歌っておりますけれども、カラオケで結構、あの、臨場感たっぷりの音源に合わせて歌ってみようかなみたいなそういうこともたまにすることがございます。まあ、あの、これ、これも撮った時現在の話ですが、ちょっと最近はあの、新型コロナウイルスの、え、 ウイルス感染症への予防のためにちょっとあんまりカラオケなどに行って歌う、歌うことはちょっと、あの、あまり望ましいことではないのかもしれませんけれども、というかね、もしかしたらですけれども、ちょっと感染症流行っているということで、歌うこと自体もしかしたらあまり良くないという、そういうふそういう可能性もあるかもしれませんけれどもね。もちろん、あの、集団で歌うというのは良くないとは思うんですけれども、個人的に、一人の部屋で、まあ、家などのね、一人の部屋、一人、一人だけしかいないところで歌うんだったら、えー、 まあもちろんあの空気感染とかが心配な場合はすいませんけれどもそういうことがない限りは、えー、大丈夫なんじゃないかなと思います。ということでえもちろん皆様もね一人一人一,一人一人あのストレスの対,対処法というかあのストレス発散あのやっぱりこういう時はこうしようとかそういう方法は多分一人一人あると思うのでえそれらももちろんあのぜひ活用,活用することはとても良いと思いますがえストレス発散法の一つとして歌を歌うこういうことも え、良いんじゃないかなと思います。皆様もしも、もし、あの、興味ございましたらお試しいただき、ま、ま、興味ございまして、まだやってないという方はぜひお試しいただければと思います。ということで、118弾のテーマは、ここで終了させていただきます。1 1 9弾が残念ながら、当想像動画の最終テーマの予定です。 120段はちょっと最後のあのまとめとか今後の予定とかをお伝えするよ、120段は今後の予定とかをお伝えする予定なんでね。はい、すいません。ということで、119段なんですけれども、119段では、はたまたこれはストレスに関係する話かもしれませんけれども、悩みがあった時はね、一人で抱え込まないで、あの、周りの人とかに話した方がいいと思いますという、そういう、そういう感じの話をさせていただ,いただこうかなと考えております。 よろしくお願いいたします。それではそういうことでよろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。